どうも、おやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は一キック式の市で地元の方や外回りのサラリーマンが足げく通うという人気店があると聞いたので行ってきました。わっつうまい一杯でした。最後までお楽しみください。南九州自動車道一木インターから車で3分くらいのとこにあります、一木串木野市の三好ラーメンさんにお邪魔してます。こちらが三好ラーメンさんのメニューになります。今回はこの中から醤油ラーメン、さらにトッピングでチャーシューをオーダーしました。こちらが三好ラーメンさんのお漬物になります。カリカリ食感の美味しいお漬物を食べながらラーメンが来るのを待っていると、着丼でーす。さあいただきますということで、早速いつものようにスープからいただきます。いやー、三好ラーメンさんのスープめちゃめちゃうまいです。ベースは豚骨と鶏ガラに鹿児島産の醤油を使っているそうです。あっさりしていますが濃厚で、しっかりとしたコクと深みのあるうまみ、動物系の出汁がしっかりと効いていて、口の中にスープを含めると鹿児島県産の醤油の返しの甘みがしっかりとふわーっと口の中で広がってきます。さらにトッピングされた秘伝の薬味が香ばしさを演出しています。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は中太ストレート麺。この麺ももっちりしていてコシがあり、とてもうまい麺です。スープとの相性がとてもよく、麺にスープが絡みつき、しっかり口まで持ち上げてくれます。そしてその秘伝の薬味がしっかりと麺にも絡みつき、いい香りが口の中に広がってきます。さらに太めのもやしのシャキシャキ感がよく、しっかり麺とも絡みつき、口の中で麺のもちもち感ともやしのシャキシャキ感がとてもいい感じです。さあ再度スープをすすって、三好ラーメンさんのスープ激うまでレンゲの手が止まらないところを止めて、今度はチャーシューをいただきます。いやー、このチャーシュー激うまでした。肉質と脂身のバランスがよく、程よい肉感で歯ごたえもよく、すごくうまい濃厚な味付けのチャーシューです。さあ再び麺を食べ進めていきます。どんどん食べていくと、太めのもやしがさらにさらにしっかり麺にまとわりついて、一緒にリフトアップされてきます。やはりこのもちもち感の麺と絶妙な湯がき加減の太めのもやしのシャキシャキ感、さらにトッピングされたコーンもアクセントになってきます。そんな三好ラーメンさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もお忘れなく。さあすべて麺を食べ終わり、スープを飲んでいきます。オールドタイプの鹿児島ラーメンで、見た目はシンプルながらも濃厚で深い旨味、創業50年以上の歴史、地元の方や外回りのサラリーマンさんが足げく通うという意味のわかるうまい一杯でした。会員完食です。おっ、すんまかった。ごちそうさまでした。